トーマス・スタンフォード・ウィングレイ・ラッフルズは、イギリスの植民地行政官、シンガポールの創設者である。父は、ベンジャミン・ラッフルズ、母は、アンリで、1781年、父が船長を務める、商船暗号の中、ジャマイカ沖で生まれた。2番目の妻ソフィアとの間に5人の子供を授かった。1795年、14歳より、 ロンドンの東インド会社で職員として働き始め、1805年、当時プリンス・オブ・ウェールズ島と呼ばれていたマレー半島のペナン島に赴任し、マレー語を習得する。1811年、ナポレオン戦争当時フランスの勢力下にあった、ジャワ島へイギリス領インドから派遣された遠征軍に参加し、ジャワ副総督に任命され、統治に当たる。ナオルテナン・ガバナーは、 準知事であり、副総督と訳すのは語訳とする説もある。この時、ジャワ島の密林に眠るボロブドゥール遺跡を再発見する。1816年に、ジャワ島がオランダに返還され、イギリスに帰国。この間、1817年に、ジャワ市を観光し、同年ナイトの称号を授与された。ジャワ市以降、トーマスという名の使用をやめ、ミドルネームである、 スタンフォードを好むようになる。1818 18年、スマトラにあった、イギリス東インド会社の植民地ベンクレーンに、ベンクレーン副総督として赴任した。当地において、マレー半島南端の島シンガポールの地政学上の重要性に着目し、ジョホール王国の内紛に乗じて、シンガポールを獲得した。同等の開港は1819年2月6日のことである。 シンガポール側と金融街を背景に立つラッフルズ像。ラッフルズは1820年に自由貿易港を宣言して、1822年から1823年までシンガポールに泊まり、植民地の建設に携わった。また、ジャワ統治時代に鎖国中の日本と接触を図るが、失敗に終わっている。1824年にはイギリスに帰国し、1826年、 ロンドンで死去した。ラッフルズは動物学、歴史学など当時の諸科学に多大な興味を寄せており、ジャングルの調査を自ら組織している。世界最大級の花、ラフレシアは発見した調査隊の隊長であった彼の名にちなんで付けられたものである。また、種の学名、ラフレシア・アルノルディは、ラッフルズと同調査隊に同行した博物学者、 ジョセフ・アーノルドにちなんで名付けられている。ラッフルズは植物の学名で命名者を示す場合にトーマス・ラッフルズを示すのに使われる。ありがとうございます。